皆さんこんにちは、キスケです。ということで、ついにレジェンズ3周年ということで、情報が盛りだくさんでしたね。はい、まあ、最新情報ということで、新キャラクターの情報、新規イベントであったりとか、いろいろあるので、サクッと見ていこうかなと思います。まずはこちら。はい、これはすでに開催中の悟空が無料でゲットできるよっていうキャンペーンですね。じゃあお次。はい、これちょっと衝撃的な回数ガシャが引けるっていうものです最大333連無料ガシャ、まあ3周年にちなんでってことですね。で、まあ111枚のガシャチケットを3回配布すると。うん、まあだからちょっと忘れちゃうとね、引けなくなっちゃうんで、まあログインはしようということですね。じゃあお次。はい、5週連続開催アニバーサリーレイドということで、まあレイドバトルが5週連続開催するということで、まあレイドバトルって報酬が結構豪華ですよね。マルチ Z パワー、消しゴム、まあいろいろゲットできると、プラチナコインとかね、それが5週連続で開催するということで、まあ回れば回るほど美味しいイベントですね。はい、でこちら、3周年ありがとうガシャ開催ということで、3周年期間中さまざまな場所で手に入るチケットで回すことができる豪華ラインナップのガシャを開催ということです。はい、じゃあお次、ホイポイコインを集めてアイテムをゲットということで、3周年期間中さまざまな場所で手に入るホイポイコインでプレイするアイテム獲得イベントということで、うん、まあこれ多分普通にありがたいですよね。まあレアメダルであったりとか、消しゴム、マルチ Z パワー、まあいろいろありますから、うん、もらえればもらえるだけ嬉しいアイテムだらけって感じやね。はい、じゃあお次、サクサクいこう。ありがとう3周年スペシャルログインボーナスということで、まあログインボーナスが豪華になりますよってことですね。はい、じゃあお次、ありがとう3周年スペシャルミッションということで、まあ3周年にちなんだミッションが追加されるのかなっていう感じかな。はい、じゃあお次、チャンピオンボーナス1000ということで、いつもやったら500ですよね。まあそれが倍の1000になってるっていうことですね。はい、サクサクいこう。そして、さあ願いを言えという、3周年もいでよシェンロンの、イベントが開催されると。まあ、前までね、僕みたいに友達がいない人はこれできなかったと思うんですけど、まあ、今年からはカメラで読み取り可能になったということで、まあ、Twitter とかで募集すればできるんじゃないですかね。うん、ちなみに僕1回もクリアしてないです、ほんまに。うん、今まで2回ぐらい多分開催されてると思うけど、2回ともクリアしてないですね。はい、さあそして、今年も開催1年に一度の運試しレジェンズサードアニバーサリーチャンスタイムということで、これ何かというと、これですね。各コンテンツで、チャンスタイムチケットを集めると。で、好きな番号のチャンスボールと交換する。ギャンブルやね。ギャンブルです。はい。見事チャンスボールの番号が当選すると、時の結社がもらえるということで、うん。まあだからチケットいっぱい集めて、たくさんのチャンスボールを集めて、その当選率を上げようっていう、多分、うん、そういう感じだと思います。外れる人もいるっていう悲しい悲しいね。はい、じゃあお次こちら。はい、育成攻略支援キャンペーンということで、メインストーリーの獲得ゼニーが5倍、イベントストーリーの獲得ゼニーが2倍、経験値2倍、修行経験値2倍、修行時間が1/2、初プレイですね、これ。メインストーリーのエネルギー消費が0。まあ、だから新規で入って、石とか集めたいなっていう人は、まあ、エネルギー消費0なんで、がっつりやっちゃって、石を獲得するっていうこともできますね。はい。で、メインストーリーの経験値が2倍っていうことです。はい。まあ、これは新規勢とか、まあ、ゼニー集めたいなっていう人はありがたいですよね。はい。じゃあお次こちら。はい。スパーキング超スカウトバトル開催ということで、まあ、エクストリームとかはね、結構頻繁に、開催されてますけども、
スパーキングがゲットできるよっていうことですね。じゃあお次こちら。はい。ゴジータ獲得イベント開催ということで、もうこれはもう明らかですよね。確実やんね。今更ほんまに良心的な思いで変身ゴジータを配布しますだけやったらちょっとね、さすがにって感じなんで、まあ覚醒するでしょう。うん。で、お次これ。アニバーサリー、スーパーライドユー。あ、ごめんなさい。額がないですね。はい。2020年12月までに実装されたスパーキングキャラクターから1体、好きなキャラクターをゲットできると。うん。まあ、これはありがたいんじゃないですか？ありがたい人には。まあ、だから新規勢とか、このパーティーにあいついたらなーっていうキャラクターを、まあ、ピンポイントでゲットできるということですね。はい。まあ、ただ、リミテッドキャラは含まれません。うん。じゃあ、お次。こちら。はい。ここから、新キャラクターの情報になります。まあ、イベントも結構豪華だったんですけど、新キャラクターも豪華なものになってるということで、まずは1体目。はい。スーパー17号ですね。おやと思いましたね、最初は。まあ、エクストリームです。はい。で、こちら、スーパーベビー2、エクストリームですね。はい。よかった。ちょっと不安だったけどね。はい、よかったですね。で、お次がスパーキングですね。はい。三神論。そっちかという感じでしたね。マジかって感じやな。で、次、通信論。はい。青と黄色ですね。で、まあ、性能もちょっと出てて、こちら、三神論がブルーの射撃タイプ。で、タグがこんな感じやね。ジャークリュー、GT、双子。で、場に出てるとき敵が交代すると打撃圧を封印。敵と対峙するたびに火ダメ能力低下の効果付与、敵の気力を減少、待機カウント延長、バニシング回復速度を 50% ダウン。結構鬱陶しい鬱陶しい性能してんね、これは。で、次、メインアビリティ発動時敵のバニシングゲージをゼロにする。うん。だからまあ変身パイクーハンとかエクストリームのベジータみたいな感じだね。はい。で、気力50回復。あ、これ、変身パイクーハンにはなかったやつやね。ザーマーパイク。で、味方の GT の待機カウント短縮、必殺技をドロー。うん。まあ、変身パイクもさ、気力回復ついとったらもっと強かったって言われとったけど、こいつにはついたと。はい、同じ唇でもここまで違うのかって感じやね。で、特殊圧発動時、火ダメカット。敵の手札の必殺覚醒キックアーツ全てを破棄、構え時相手のタップタックタックル打撃アーツに対してのカウンター、まあゴジータやね、だから。はい。で、カウンター発動時敵に行動不能を付与。なるほど。だからまあ劇場版の赤色の邪念版みたいな感じかですね。はい。で、必殺用ダメージアップって感じかな。うん。で、お次、はい、通信論。まあ、体の色と一緒やね。イエロー属性の打撃タイプ。で、タグは三神論と一緒。で、特殊アーズで敵の攻撃を無効。まあ、だからバリアですね。で、無効火事。敵が近距離にいる場合、遠距離まで吹き飛ばして、自身の気力回復して、打撃用ダメージもアップと。で、追撃可能ですよと。で、メインアビリティで味方敵全体に交代禁止を付与。強い。ああ、でも味方もか。自身のバニシングゲージを 100% 回復。だ、変身バーダックの変身後みたいな感じかな。で、自身の余ダメージをアップ。自身と敵の手札を全て破棄。自身のドロ速アップ。強そう。メインアビリティ強そうやね。自身の所持ドラゴンボール1つにつき打撃余ダメージ 10% ずつアップ。ということで、まあ、マックス 70% かな。で、場に出てるカウントに応じて自身に以下の効果を発動。3カウントで余ダメアップ、5カウントでドロソクアップ、強い。8カウントで気力50回復、強い。強いね。これは強いわ。はい。っていうのが、GT 側の、はい、ガシャです。ということで、まあ、ドラゴンボールスーパー側のガシャもあるということで見ていきましょう。はい。まさかのベジットブルー。まさかのベジットブルーが実装です。で、お次。はい。まさかのケフラ。
これちょっと不安なんねんけど、大丈夫やんな。大丈夫ですよね。大丈夫、大丈夫かな。まあでも2周年とかも、ゴジータじゃない、悟空4とか、イーシンロンとか、まあほとんど同じモデリングのキャラクターとかは実装されとったんで、まあまあまあ大丈夫かなとは思うけど、大丈夫ですよね。はい。で次、リミテッドキャラですね。はい。我が正義が宇宙を満たすということで、はい、阪神崩壊合体サマスが実装となります。来たね実装確定やったねということで性能出てます。ケフラがレッドで打撃タイプ、タグいっぱいあるね。で場に出た時余ダメージアップ、火ダメカットで気力回復速度アップ、自身が打撃射撃を使用するために気力回復、発動回数3回、アンド余ダメージアップ発動回数1回。へえ、あ書いてる交代時リセットって書いてる気にしてるやん、気にしてるやん、龍剣国のことで、自身の攻撃をバニシングステップで回避されるたび、気力回復、余ダメージアップ、バニシングゲージ回復、これが強そうやね。発動回数2回で、自身の手札が3枚以下の場合ランダムに1枚ドロー、発動回数2回。書いてるやん、龍剣国ちょっと気にしてるやんで、まあ自分の攻撃を回避された際なので、まあ3枚以下にはなるよね、確実に。だからまあアーツはドローできるよっていうことですね。はい。でメインアビリティで自身に敵がカバチェンジに発動する専用のアクション、おメインで特殊カバチェン無効ついてると。へえ。で、特殊アーツ発動時体力回復、うん。で Z アビリティがライバル宇宙もしくは合体戦士もしくはガールズ、3タグ上げですね。はい、っていうことですね。万能アタッカーって書いてますね。でお次、はい、ベジット、ベジットブルーですね。パープル属性、あーパープル属性できたからスーパーベジットの覚醒ないんじゃねって思ってきましたね。で今度は射撃タイプで、バトル開始時余ダメージアップ消去不可、火ダメカット消去不可、射撃圧のコスト10ダウン消去不可、強い、この時点ですでに強い。で自身が控えに戻る際、味方の合体戦士もしくは神の木もしくは未来の余ダメージをアップ、アンド気力回復速度アップ、場に出た時次に発動する射撃アーツの余ダメージアップ、自身の手札が3枚以下の場合カードをランダムで1枚ドロー、特殊アーツ発動時、気力回復、ドロ速アップ、敵全体に交代禁止付与、射撃アーマー強くねそれ、ヒット時敵のドラゴンボールを1つ減らす、敵の手札の特殊アーツを全て吐き、強そうじゃねこれ、特殊アーツ1枚でこれ、突進系の特殊アーツやけどね。うん。で Z アビリティが合体戦士、髪の毛、未来の3択上げとなってます。一撃の重さとコンボ力を兼ね備えたキャラクターということですね。はい。でお次、目玉キャラクター、はい、阪神崩壊合体ザマスリミテッドキャラですね。属性レッドということで、ついに待望の髪の毛にレッド属性が追加されると。うん、まあだからこのために赤色実装してなかったんかなっていう感じかな。うん。でまあタグいっぱいあるね。で自身が戦闘不能になると味方の余ダメージアップ、敵全体にアーツカードドロー速度1段階ダウン、敵全体に体力回復量ダウン、うーん落ちバフ持ってるということか。打撃圧に対して、特殊カバチェン追撃可能って書いてないんで怪しいねこれは。自身が打撃射撃を使用するたんびに余ダメージアップ、自身が場に出てるとき敵の行動に応じて以下の効果を発動すると、敵の打撃射撃圧による攻撃ヒット時敵の気力を減少、自身の火ダメージをカット、敵が交代時バニシングゲージを 50% 回復、発動回数8回。これ強そう、これ強いぞ。まあだからリミテッドのブロリーみたいな感じかな。うん。で、敵が戦闘不能時自爆を除く、敵の手札を全て破棄、強っ、強そうやね。で Z アビリティが神の木もしくは強大な敵もしくは未来の基礎打撃攻撃防御力をアップ、
3択やね。有利な戦況を作り出せる超強力キャラクターということで、なるほど。まあ阪神崩壊ザマスは結構ね言われとったと思うんやけど、あちなみに究極アーツ持ってて、究極アーツ持ってて、こいつも究極アーツやったよね確か。まあ射撃アーマーついてましたね。はい。で GT 側のキャラクターには射撃アーマーっていうか究極アーツはなかったね。うん。いやでもさ、こんなんさ、ドラゴンボールスーパー側のガシャ一択じゃねって思ってるそこの方、甘いですよ。はい。え、これだけって思いますよね。やっぱこれで番組が終わっちゃったから。ということで、超大目玉キャラクター、はい。あれ、画像がないんやけどちょっと待ってください。見つかりました。はい、超大目玉キャラクター、こちら出ました。出ました。はい、スーパーサイヤ人4ゴジータが実装されます。おめでとう。レジェンズリミテッドって書いてるからウルトラレアじゃないのかな。あ、でもそれはわからんか。初のウルトラレアリティのレジェンズリミテッドの可能性はありますよね。はい。でこれですよ、スーパーサイヤ人4ゴジータ参戦記念ということで、 BGM がだんだん心惹かれていくなります。いやこれマジで熱すぎ熱すぎるわ。クソかっけクソかっけ。だから僕の予想では GT 側が、三神論、数神論、ゴジータ4で、ドラゴンボールスーパー側がベジットブルー、ケフラー、ハンカイザマスっていう感じになるのかな。だからリミテッド2体実装になる感じなのかな。こいつの性能はね出てないし、スパーキングなのかウルトラなのかも出てないのでわからないですね、正直。うん。で情報はこれで以上です。だからなんかね、番組放送直前に3周年はもうすぐ始まるよみたいな感じのことを言ってたと思うんですよ。間違っとったら申し訳ないんやけど、でももう今日来るのかこれ、もしかして。わかんないですね。はい、ということですか、ということでした。うん、もう若干不安になったけど、ゴジータ4実装でしたね。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。